2016年8月27日、中国の掲示板サイトに、中国が日本を超えて世界第2の富裕国になったと伝える書き込みがあった。書き込みでは、スイス金融大手のリポートによると、世界で最も富裕な国は、米国で、資産は85万9000億ドル、次いで、中国の22万8000億ドル、日本が19万8000億ドルで、中国は日本を抜いて世界第2の富裕国になったと指摘。中所得者層の数は中国が世界で最も多く1億900万人に達したと伝えた。これに対し中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。国が豊かで本当に幸せだな。世界第2の経済体になっても俺は実感がない。中国政府が日本政府を超えたということだろう。世界で2番目に富裕な政府ということだ。国が豊かなのか、それとも党が豊かなのか。ここは貧富の差が半端なく大きいからな。合計数に過ぎない。一人当たりの数ではまだまだだ。中国の金持ちは確かに多い。でも分母は15億だぞ。不動産価格の釣り上げで作った GDP を本気にしているのか。これはありえない。日本に一回でも行ったことがあればこれは完全なデタラメだとわかる。ジニ係数で計算してみた方がいい。ジニ係数とは主に社会における所得分配の不平等さを測る指標で、所得分配の不平等さ以外にも富の偏在性やエネルギー消費における不平等さなどに応用される。いずれにしても俺は非常に貧しい。すまん、また俺はみんなの足を引っ張った。世界で2番目に豊かな国がどの先進国に行くにしてもビザが必要。なぜなら現地に残って生活することを恐れているから。